誓いのキスは突然にというアプリで、今ちょっとこちらでやってるんですけども、偽装、あ、はい、偽装結婚した2人の恋物語。はい、はい、あ、はい、年齢層はこう30代ぐらいの方が多いんですけれども、はい、女の方が、結構継続的に使われる感じなんですか。あ、そうですね、結構ストーリーが進んでいく感じになるので、はい、なんか50本くらいアプリが、シミュレーションアプリを出してらっしゃるって聞いたんですけど、はい、あ、そうですね、全社的にはそのぐらいになるかと思います。その中でもやっぱりこの近いのキスは突然にが特に人気、はい、今一番